にしもう見たもん、うん、食べようっていう企画なんでしょ、ね、そうすごいリーノですね、頑張ってください。リーノが映ってます、はい、どれをまあ、こっち見たことあるからこっち食べたい。こっちを買おうと思ったんだけど、うん、最初行ったとこにこれしかなくて、あ、これしかないんだと思って、ここで買い損ねて次行ったとこでなかったら買えないから買っとこうって思って、なんかプレミアムだからこれに1個しか入ってないわけ、うん、じゃあ2個かと思って2個買ったの。こっち2袋って書いてある。そしたらこっちを見つけて、あって思って、あ、でも普通にこれ美味しいから買おうと思ったやつ。でも何が違うのかはもう分かんない。どっち食べたいの？ええー。どうせ少ないんだからそれ3つやったら、うん、3つやる、うん、じゃあ1個残すってこと。1個残す、いいよ、俺に残すって感じ。しつけ役って書いてます。何の？金沢カレーブームのしつけ役って書いてます。カレーは食べなかったんでしょ？食べなかった。いや、本当に並んでて食べれないのって。並んでんの？やっぱり。うん。ゴーゴースタジアムっていうのは何なの？近くにゴーゴースタジアムって書いてあったけど。サッカーとかそういうカレーか関係ないの？多分。うん。サッカーとか。だからそこのスタジアムの中にこうレストランとかあるんじゃない？なんかあったでしょ。なんでそれ食べないの？いやだって水泳の会場と違うから。あのファーストクラスとかあるじゃん、すごいでっかいやつ。うん、美味しそう。へえ、いい、もう紹介いいですか？いや、みんな知ってるよ。こっちは知らないよ。こっちは知ってるけど、これゴリラいいの？より美味しいってことなの？濃いね、濃いんじゃないの？ビーフカレーって書いてある。ルーとご飯は1対2。どっちが1なの？ご飯じゃない、ルー。ルーこっち豚肉、こっち牛肉だもん。あいん。その違いですね。ただそれだけやん。多分、わかんないけど。それだったら、とんだやばい商品になるけど。絶対うまいよ。そのじゃあチキンもあるってこと？チキンバージョンもあるってこと？辛いやつあったよ。でも辛いやつは無理だなと思って。うん、無理じゃないよね。うんって今言ってんだよ。辛くなかった？何が？え、でもさ、ジェヨの時めっちゃ食べたやん。バターカレー。あれは辛い。あれは辛いよね。え、あのココスのカレー、リノが食べたビーフカレーめっちゃ辛かったよ。へえ。へえじゃねえ。え、書いてんのかな、袋にもゴリラ。書いてないよ。はい、それのコストかかるから。これ箱潰れてるけどね。ベゴベゴ書いてないじゃん、ほら。あ、いきます。書いてる。ゴリラゴーゴーカレー。うわ、なにこれ。安い。そんなんだ。安いよ、こっち。こっちの方安いじゃん、フォントが。え、これは1個でいいんでしょう。うん。あ、ちょっと硬い。あ、こっちもだった。で、マークにはさ、あ、いや、絶対熟成の方美味しいって言おうと思ってるでしょ。熟成って何？どっち？こっち。そりゃね、美味しいでしょ。言おうと思ってるとかじゃないんだけど、別に味わかんないくせに。いや、豚と牛だぞ、わかるぞ。いや、もう絶対わかんないよ、貴様は。貴様、多分色違うしまう。うっせえ。金の方がちょっと薄い気がする。何が？色が。何の？カルーノ。カルーノ。いや、もういいからやってくれる？え、こ、え、べ。何？そんなにできないの？いや、違う、三つ一気に入れんの当たり前だろ。え、で、何分？4分の間とだから実質ビリなんじゃない？こっち。何分って何？何分って書いてないでしょ。じゃあ3分から5分。じゃあ4分じゃん。やめて。やめましょう。そういうの壊れちゃうでしょ。いや、ちょっと待って。変わってる。俺、ジャーって言ってるけど大丈夫あれ。
すごいお湯多いんじゃないの、もしかして。え、多くね。3つ袋入れると水かさまるでしょ。全然、漏れてません。漏れてないのにじわっていく意味がわかりません。音のコーヒー取って。めっちゃ、あの、あれですね、ジャッジャッって言ってるけど、ちょっとジャッジャッって言ってる。やばいね。でも前、一回あったらくしゃみして飛び込むと。嘘つくな、失格だろそれ。え、失格ではない。なんで絶対飛び込んだ時に、いけやな、え、くしゃみ。嘘だ。いや、あるよ。それはないね。あるある。それは持ってる。持ってない。ないない、持ってる。いや、絶対 あるよ。そんな食べんの。うん、いや、ゴリラだけなくしたかったから。ゴリラだけなくしたくなかったでしょ。やめて、マー君、それ捨てて、破って。え、紙風船どかして、捨てて、破って捨てて、二度とできないぐらいにして捨てて。結構少ないぞ。多いだろ、それ。いや、二度の量見てみ。いや、言ってたら変わんないよ。少ないな。薄く盛っただけだもん。どうやって盛るの。あ、じゃあまずプレミアムでってことか。まずプレミアムで。あなたは、これ。え？俺プレミアム食えない。だからシェアすればいいやん、そんなものさ、はい。早くやって。早く、冷めちゃう。こぼさないで、こぼしがちになるから。早くやれよ。ん？プレミアムでよ。あっ、ちょっとね。もうピュッて飛ぶからやめてね。お、あ、ゴリラに。やばい。かけちゃう。うんこみたい。あ、でも結構少ないな。なにこれ、すごい美味しそうじゃない。あ、え、変わんなくない。あ、変わんないか。同じでしょ。同じだったわ。あ、やっぱりこう、美味しそうに見える、これ。こうやって盛ると。なんかこっちの方濃い感じするけど。ちょっと。え、こっちの方濃くない。うん。あ、なんか、露出上がったら、うんこみたいな。出方がやばいんだよ、多分これ。手につけるとき、ちっちゃくない？ライブとか行くときいいんだよ。ライブ？ライブのときってこんなつけにして。誰のライブ？いや、お願いします。いただきます。いただきます。いや、嬉しいね。うん、まあ、ネットで買えるんだけれども。やめていい？まずルーだけ。今そんなことない。あ、うまい。ヤミー。あ、辛いんだけど。あっか、辛いんだけれども。あれ？転ぶないこれ。あ、ちょっと辛い。辛い。でもうまい。辛いか。あれ、ちょっと辛いんだけれども。おいしい。うまい。あ、辛い。もうわかった。はい。どうぞ。あ、この辛みのままいくとちょっとあれだな。辛いね。辛くない。こっち辛くない。辛くない。いや、違うじゃん。こっちが辛いんだって。辛い、こっち食べた。うん、これ辛くない。辛い。これ辛くないじゃん。辛い、辛くない。違うじゃん。辛くない、辛いの。うん、辛い、辛くない。犬はこっち辛くない。え、僕はどっちも辛い。なんで。なにこれ。全員違う。スキヤよりうまい。いや、そりゃそうや。でもすき家のもうまい。うん、いや、すき家のカレー食べたことないでしょ。あよ。美味しくないよ、あれ。マークも好きだけど。うん、いや、意外と好き。音つくの。カレー基本的に好きだから。え、辛い、これ。いや、これ辛い、音の。ちょっと辛くなるんだよ。プレミアムだ。でも、あんま変わらない、さないっていう。うまいですね。でもルー少なくない。うまい。あ、これか。めっちゃ小声で喋る。え、辛いぞこれ。これいけんの。いや、これが辛いから。辛くないって。みんなおかしい頭。だって音はさ、その最初にそっちのさ方食べて、こっち食べて、
だからそっちがまず辛いからこっちは辛くないと思う。ああなるほど。リノもこっち先に食べたからこっちは辛く感じてそっちは別に。それとおかしい、どっちも辛いだから、うん、僕はどっちも辛く感じた。辛い辛い、えビーフ味を感じる。え、これ音の何？豚肉？豚。何も感じない豚なんて。なんでここをカレーって言うんだろう。なんでも知ってんでしょ。うん、これ郷ひろみが考えたんじゃない？筋肉マンの豚のやつとか。ごちそうさま。はい。その場所のカレーを買ってくれって言うの。毎回言ってるよね、その場所のポッキーとか。その場所のポッキーはいい。その場所のカレーっていうのは果たしてあるものなのか。何と思う。次行くのは山口。ああ、あれ買ってきてなかった。山フグカレーって買ってきてなかった。あ、買ってきた。買ってきたでしょ。それどんがした。覚えてない気が。覚えてないってことはしてない。じゃあフグカレーであるのかなっていう。今く静岡行った時静岡カレー買ってきてたよ。富士山買ってきた。ああ富士山だよね。それどんがやった。やったと思うけど。へえ。富士山なんであんたが覚えてない。そうやって決めてる方がお土産も楽じゃない。うん、でも探すのが最悪ネットで。は最悪ネットでいいんじゃないの。結局ネットや。ディズニーカレーってないの。あれじゃん。あ、でも食品コーナー行ってないから分かんない。ごちそうさま。あ、きついな。あ、ちょっと、強制的？うん。きついな。ふーってしてるけど、この人。あ、これ。お茶入れて飲めば。嫌だ。今の人たちって麦茶入れて食べないよね、ご飯。そのお茶漬けは麦茶を入れて飲むもんだって言って、なんか一時期マー君とおと飲んでたけど、マジであれ無理なんだ。お茶なんで、お茶漬けなんでお茶入れるんです？水じゃないんです。緑茶とかならいいけど、麦茶は無理。緑茶、え、なぜ。まあ緑茶も美味しいけどね。緑茶は耐えられる。ご飯に入れるの緑茶は無理かな。いやいや、麦茶だからいけるは。何言ってんの。ご飯に牛乳は。牛乳男が牛乳はいけるは気がする。マジで意味わかんない。マジ真逆だもん。カルボナーラに牛乳はまあいけるよね、うん、入ってんだから。北海道の人とかご飯に牛乳入れるみたいな。鍋食べたい。硬いよ、うん、冬の鍋。鍋食べたい。このスピードの水にもらえるやつってさ、うん、毎年やってんのかな。いや、わかんない。1分1分チャレンジでしょ、うん、もう今から練習しておいた方がいいんじゃないの。1分チャレンジの。でもあるかどうかわかんなくて、うん、ないのかな。今まで子6人だった。いんの？マジで？ 6人中2人リノがいた時の人生で見た。何の今までそれ。知らない。全中の歴史上ってこと。わかんない。 それやり始めてからあの日までなんだよ。あの日人類は思い出した。きっとカレーって食べづらくね、綺麗に。なんで？ベロベロ舐めればいいじゃん。嫌だ。レロリロレロリロ。ちょっと1分チャレンジやって。もうこ1分じゃない、10秒だった。10秒。長いわ1分。10秒なら楽勝だよ。まあ、はいはいはい。いや、むずいんだってそれが。だから練習 しなきゃ。来年行くもんだと思って。よーい、スタート。来年あるかどうか情報欲しいね。8、9、10秒3。
遅くないわ。ニアピン賞とかない。ないって言って。これがいろんなとこで、それだってお外でやるんでしょ。お外のブースでやるんでしょ。うん、ブース。三、四、五、六、七、はいはい、九、十、はい。八秒六。13とか20とかいけるの？20はないわ。いといといと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あー、ダメだね。犬がいる。はい。はい。拍手。いいんだよ、何やってんの今、十分やろうぜって言ってんだよ。うん、よーい、どん、に、さ、これ、見てる人がやっちゃダメなの。おお、直して。それさ、見て止めてみて。じゃあ十、それ見てもいいから。いや、無理だよ、見て止めても僕は無理だったんで。何やってんの？おい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 。何この人。ダメダメ。9秒92だった。見てやれば俺行くよ。マジで行くよ。言ったの？言わなかった？10円。目押しの達人と言われた。いや、言われてないでしょ。ダメや。やってみてもらった。やばい、なんか出てきた。いや、それ。